大戦時、最大の極悪人として知られる東条英機。そんな彼の遺書が、海外で大反響を巻き起こしているのをご存知でしょうか？第二次世界大戦での犠牲者は、世界で5000万人にも上るとされ、日本でも310万人もの人命が失われたと言われています。軍部の統制のもと、激しい戦火に飲み込まれていった戦時中の日本。その渦中において、かのヒトラーと並ぶほどの独裁者であると言われた東条英機は戦後、永久戦犯として処刑されました。あいつは戦争好きの軍国主義者だ。今も世界中から恐れられ、非難を浴びる東条英機。しかし、彼が最後に残した遺書の内容を知った海外の人々は、平和を願う、その純粋な人柄に感動の涙を流したといいます。その遺書には、一体何が書かれていたのでしょうか？今回は、世紀の極悪人、東条英機が絞首刑の目前に残した遺書と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。太平洋戦争と東条英機の真実。第二次世界大戦の局面の一つである太平洋戦争。その開戦時に日本の第40代内閣総理大臣を務めていたのが東条英機でした。1948年11月、日本敗戦後に行われた東京裁判で絞首刑が言い渡されました。そして翌月の12月23日に刑が執行されたのです。この時、彼は64歳でした。東京裁判の正式名称は、極東国際軍事裁判とされており、これは第二次世界大戦の戦勝国が敗戦国である日本の指導者たちを裁くために行われました。この裁判では、東条英機を含める永久戦犯7名に絞首刑が言い渡され、その遺骨は太平洋に散骨されたと言われています。真珠湾を不法攻撃し、アメリカ軍人と一般人を亡き者にした罪。それが東条英機の罪状でした。ですが、この東京裁判では、審理する判事全員が戦勝国から派遣された人物だったといいます。そのため、裁判はあくまで形式的なもので、日本の指導者たちが有罪になることは、最初から決まっていたことだったと考えられているのです。しかし、終戦から長い時を経た現代では、この軍事裁判の正当性が問われています。果たして、人が戦争を裁くことは正しいのか、そんな根本的な命題が疑問視され、改めて、過去の軍事裁判が検証され始めているのです。軍事裁判では、人道に対する罪がある人を C 級、通常の戦争犯罪者を B 級、侵略戦争を始めた責任のある人を A 級として裁きました。東条英機は開戦時、軍人でありながら、内閣総理大臣であったために、永久戦犯として処刑されることとなったのです。日本を日米開戦に導き、焼け野原にさせた大悪党。結果的に彼は、国内でも、このような評価を受けることになり、世間一般では彼を、極悪人とする見方が広まっています。ですが昨今、大戦中の真実が検証されていく中で、東条英機に対しての、海外からの評価が、見直されつつあります。日本はなぜ第二次世界大戦で戦わざるを得なかったのか。その当時の資料が検証され始めると、彼の意外な人物像が浮かび上がってきました。東条英機は実はアメリカとの戦争を回避しようと尽力していたのです。和平を望み戦争を避けたいと考えていた昭和天皇は、日本の軍国主義化を推進する陸軍を抑圧するために東条英機を首相に任命しました。天皇の思いを汲み取った彼は、戦争を回避しようと努力します。しかし、軍国主義に傾いていく、日本の流れを抑えることができず、時代の潮流に後押しされる形で、宣戦布告をすることになったのです。彼は元来、生真面目な性格の持ち主であり、宣戦布告したからには、絶対に勝たねばならない。そう覚悟を決めて、やむを得ず戦争に臨むことを決意したのだと、現在では考えられています。昭和天皇の意思を受けた東条の苦悩。東条英機が先頭に立つことで、日本が戦争に突入していった。このようなイメージが世間では広まっていますが、戦争をしたくないという昭和天皇の思いを
一番重んじていたのは彼だったそうです。現代の戦争の闇を描いた軍事サスペンス映画アイ・イン・ザ・スカイ世界一安全な戦場の公開記念トークショーでは、ジャーナリストである田原総一郎氏と元東京都知事の猪瀬直樹氏が東条英機についてこう語っています。東条英機が開戦の決断に至ったのは、その時代の空気が彼を後押ししたからです。なかなか宣戦布告をしない東条英機に対し、日本国民は早く開戦しろとか育児なしなどという声を上げていたと言われています。東条英機は自局のために戦わざるを得ないという状況に陥ってしまったのです。そして開戦2日前には首相官邸の一室で彼は無念の涙を流したとも言われています。その姿を目撃していたのは妻の勝子夫人でした。当時私は娘と隣室で寝ていたのですが、開戦の2日前の深夜、夫の部屋から泣く声が漏れてきました。私がそっと襖を開けたら、夫が軍服を着て皇居の方向を向いて正座し号泣していたのです。私は慌てて襖を閉めました。昭和天皇が戦争は避けたいと思っていることを知っていただけに、それに応えることができなかった負い目を感じていたのです。その悔しさや重圧は想像を絶するものだったのではないでしょうか。そして東条英機は1941年12月8日、日本軍による真珠湾攻撃を開始。ここに日米戦争の火蓋が切って落とされました。しかしながら、その数時間後にアメリカに宣戦布告が届いたことで、日本がアメリカを騙し討ちした。と、歴史的には広く認知されています。ですが近年になって、これはアメリカのルーズベルト大統領の陰謀だったとする説が叫ばれるようになりました。日本はずるい国ということをアメリカや各国の人々に印象付け、国民に戦意を持たせようという狙いがあったのではないかと言われています。そんな様々な思惑の中、1945年8月15日、連合国のポツダム宣言を受諾した日本は降伏を宣言します。自らが極悪人に仕立て上げられることになった東京裁判では、東条英機は天皇陛下が戦争犯罪者ではないことを訴え続けました。そして軍国主義のシンボルとして批判されるべき永久戦犯となり、敗戦の責任を一身に背負って処刑されることになったのです。現在では彼は日米双方にとって体のいい憎まれ役を押し付けられたのだとする見方もあります。この時、戦争責任者として処刑を免れることはできないと悟っていた東条英機は、いくつもの遺書を残していたとされています。連合国への降伏文書に調印した翌日には家族に宛てた遺書を書いています。そして戦争犯罪者として逮捕された後は、戦勝国側に向けた英米諸国人に次ぐという遺書を残し、日本国民に向けては日本同胞国民諸君、日本青年諸君に次ぐという2通の遺書を残しています。この日本青年諸君に次ぐの中には、日本の繁栄を願って未来ある若者たちに託した思いが綴られています。開戦の時のことを思い起こすと、実に断腸の思いがある。東条英機が絞首刑を言い渡されてから刑が執行されるまでの間に残した遺書には、そういった文章から始まるものもあります。国際的な犯罪については最後まで無罪を主張した彼ですが、遺書には国内的な責任は自らが負わなければならないと思っていること、そして天皇や国民に対しての謝罪の言葉が記されています。そこから読み取れるのは、純粋な愛国心だけのようにも感じられ、独裁者や極悪人という印象は全く見受けられません。それでは実際の遺書の一部と処刑前に記された手記の内容をご紹介します。東条英機の最後のメッセージ。遺言。開戦の時のことを思い起こすと、実に断腸の思いがある。今回の処刑は個人的には慰められるところがあるが、国内的な自分の責任は死をもって償えるものではない。しかし国際的な犯罪としてはどこまでも無罪を主張する。力の前に屈した。自分としては国内的な責任を負うて満足して刑場に行く。ただ同僚に責任を及ぼしたこと、下級者にまで刑の及びたることは
実に残念である。天皇陛下及び国民に対して深くお詫びする。東亜の諸民族は今回のことを忘れて将来愛協力すべきものである。東亜民族もまた他の民族と同様の権利を持つべきであって、その有色人種たることをむしろ誇りとすべきである。インドの判事には尊敬の念を禁じ得ない。これをもって東亜民族の誇りと感じた。現在の日本を事実上統治する米国人に一言する。どうか日本人の米国に対する心持ちを離れざるように願いたい。また日本人が石化しないように頼む。米国の指導者は大きな失敗を犯した。日本という石化の防壁を破壊した。今や満州は石化の根拠地である。朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。米英はこれを救済する責任を負っている。戦死傷者、抑留者、戦災者の霊は遺族の申し出があらば、これを靖国神社に合祀せられたし、出生地にある戦死者の墓には保護を与えられたし、遺族の申し出あらばこれを内地に返還せられたし、自生の苦、我ゆくもまたこの土に帰り今、国に報ゆることの足らねば。英米諸国人に告げる。今や諸君は勝者である。我が国は敗者である。この深刻な事実は私も元よりこれを認めるにやぶさかではない。しかし諸君の勝利は力による勝利であって、生理行動による勝利ではない。私は今ここに諸君に向かって事実を列挙していく時間はない。しかし諸君がもし虚心坦懐で公平な眼差しを持って最近の歴史的推移を観察するなら、その思い半ばに過ぎるものがあるのではないだろうか。我らはただ微力であったために生理行動を蹂躙されたのであると痛嘆するだけである。いかに戦争は手段を選ばないものであるといっても、原子爆弾を使用して無垢の老若男女数万人、もしくは数十万人を一挙に殺戮するようなことをあえて行ったことに対して、あまりにも暴虐非道であると言わなければならない。もし諸般の行いを最後に終えることがなければ、世界はさらに第3、第4、第5といった世界戦争を引き起こし、人類を絶滅に至らしめることなければやむことがなくなるであろう。諸君はすべからく一大猛省し、自らを顧みて天地の大道に恥じることないよう努めよ。日本同胞国民諸君、今はただ少々筆禁するだけである。私も何も言う言葉がない。ただ大東亜戦争は彼らが挑発したものであり、私は国家の生存と国民の自衛のためやむを得ず受けて立っただけのことである。この経緯は昭和16年12月8日の戦線の大将に特筆対処されている通りであり、太陽の輝きのように明白である。故にもし世界の世論が戦争責任者を追及しようとするならば、その責任者が我が国にいるのではなく彼の国にいるということは、彼の国の人間の中にもそのように明言する者がいる通りである。不幸にして我が国は力不足のために彼の国に負けたけれども、生理抗議は元として我が国にあるということは動かすことのできないことである。力の強弱を聖者善悪の基準にしては絶対にいけない。人が多ければ天に勝ち、天が定まれば人を破るということは天道の法則である。諸君にあっては大国民であるという誇りを持ち、天が定まる日を待ち続けていただきたい。日本は神国である。永久不滅の国家である。高祖高僧の神霊は恐れ多くも我々を照らし出して見ておられるのである。諸君、願わくば自暴自棄となることなく、喪心落胆することなく、皇国の命運を確信し精進努力することによって、この一大困難を克服し、もって天日復命の時が来ることをまた連ことを。日本青年諸君各位、我が日本は神国である。この国の最後の望みはただ諸君一人一人の頭上にある。私は諸君が隠忍自重し、どのような努力をも怠らずに気を養い、胆を練り、現在の状況に対処することを祈ってやまない。現在皇国は不幸にして悲嘆の底に陥っている。しかしこれは力の多少や強弱の問題であって、正義行動は始終一貫して我が国にあるということは少しも疑いを入れない。また幾百万の同胞がこの戦争のために国家に殉じたが、彼らの栄魂希薄は必ず永遠に
この国家の鎮護となることであろう。殉国の烈士は、決して犬死にしたものではない。諸君、願わくば、大和民族たる自信と誇りをしっかり持ち、日本3000年来の国主の導きに従い、また、忠勇義烈なる先輩の意志を追い、もって幸運をいつまでも不欲せんことを、これこそが、誠に私の最後の願いである。思うに、今後は、強者には廃棄し、世間におもねり、おかしな理屈や、邪説におもねり、雷動する者どもが、少なからず発生するであろう。しかし、諸君にあっては、日本男児の真骨頂を堅持していただきたい。真骨頂とは何か。忠君愛国の日本精神。これだけである。海外の反応。この話題について、海外のネットユーザーから、たくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。僕はアメリカ人だけど、この文章を見て、とても感動した。彼は、日本が本当に大好きで、大切だったんだ。東条英機は、とても興味深いリーダーだよ。僕たちは、もっと冷静に戦争を振り返って、正しい歴史を学び、正しい判断をするべきだって思ったよ。ああ、なぜこの遺書が、もっと早くから公表されなかったんだろう？世界中の多くの人が、彼のことを誤解してる。こんなに自分の国のことを思って、行動した人なのに、嘘の教育で悪者にされてしまうなんて。私は心から彼を尊敬する。力の強弱を政治善悪の基準にしては絶対いけない。これってとても深くて良い言葉だよ。東条が誰かは知っていたけど、遺書や戦争中に取った行動についてはあまり知らなかった。今まで東条英機は永久戦犯で悪者だって短絡的に考えていたけど、この人こそ真の侍なんじゃないかって思ったよ。まあ、喧嘩は両成敗だから、どっちもどっちなんだよな。自分たちが犯した罪に対する日本の姿勢には少し疑問の余地があるけどね。実際、昔の日本は帝国主義国になろうとしていたし、東条英機が戦争犯罪者であることは事実だろ。今さら変に持ち上げるのは良くないんじゃないかな。当時は世論も含めて戦争は避けられない状態だったんだよね。それに最高権力である国家と国家の戦争にどっちが正しいとかどっちが間違っているかなんてない。戦争は誰だってしたくないし、誰か一人どこかの一国だけが悪かったなんて単純なものじゃないよ。僕は東条英機の純粋な心に敬意を表する。いかがでしたか？東条英機と聞けば永久戦犯の極悪人と連想する方も多いかもしれません。ですが、遺書の中に見られる彼の純粋な思いや本意としなかった開戦、戦争犯罪者として敗戦の罪を一身に背負った東京裁判のことなどを知ると、これまでの東条英機像がいかに歪んでいるものだったかがわかります。私たち日本人は正しい歴史を知った上で、これからの世界平和について考えていく必要があるのかもしれません。そして私たちの知らない第二次世界大戦の真実がまだまだ歴史の闇の中に隠れているのかもしれません。そんなことを考えさせてくれるエピソードでしたね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。